最後にお送りいたしますのは八王子高校吹奏楽部のお箱カッポレねぶたです。静岡県のカッポレと青森県のねぶた祭りをミックスしたお祭り感漂う楽しい曲となっています。これからの日本への希望を持ち、皆さんで一緒に盛り上がりましょう。バンドの準備の方にもう少し時間がかかりそうなので、ここで私たち八王子高校吹奏楽部の今年度の目標についてお話ししたいと思います。私たちは今年度、全部の全に進むの進で前進という目標を立てました。この前進の前にはすべて全員で全力でなどの意味を込め、それに向かって進むという意味を込めています。この目標に向かい、今年度も1年間頑張っていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。さて、バンドの準備ができたようですね。本日はお暑い中、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは参りましょう。カッポレねぶた。
ありがとうございました。八王子学園八王子高等学校吹奏楽部の皆さんでした。今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。それではここで主催者を代表いたしまして。